皆さん整ってますか？サウナ大好き芸人のマグマンペイです。そして今週はこの方にもゲストに来ていただいております。清水美里です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、美里さんも来ていただいたということは、今週はこの企画でございます。いきますよ、せーの、突撃わが町サウナ。青森県は十和田市に、来ております。この雪のレベルやばくないですか？やばい。この雪、私日本でこの雪味わったの初めてですよね。フィンランドぶりです。そう、あのフィンランドの本当にラップランド地方、あのクーサモとかね、あのルカとか、あっちのもう北極圏の入り口のエリアのレベルの雪の積もり方ですよね。すごい、もうだって口回らないですもんね。わかる。あのなんか今からですね、こちらの道にずっと歩いていくらしいんですけど、こっち行くんですか？はい、絶対人通っちゃダメな道ですよね。そうだよね。あと、サウナなくね？ちょっとこれ、本当に今、現在気温がマイナス2度マイナス、なんかもっと寒く感じますけど。そうですよね、なんか体感はね、風が結構強いから、もうちょっと低いですけどね、だって今、冷凍庫の中にいるみたい。そう、すごいよ、だってこの、今から歩いていく道、これ看板、看板見ました？これね、多分、通行の下、私なんて書いてるかわかるんですよ。はい、通行止めですよね。もう通行止めの看板がもう見えなくなっちゃってて、もう通行 OK みたいになっちゃって、止めが見えなくなっちゃってるから。でもね、実は僕がずっと、去年から、行きたかったサウナがあの道の向こうに、あるんですよ。もうどうしても行きたかった。信じていいですか？はい、あの絶景の、あのサウナが待ってるんで、ちょっと今日は防寒仕様で、もう足なんかもすごいこんなねものまで用意していただきまして、はい、初めて履いた、ね、なんか雪に埋もれないようにするんですって、これ、はい、これを使ってねちょっと歩いていきたいんで、はい、行きますか。すごいよねこれ、はい、いけるのかな。あ、でも硬い硬い、大丈夫大丈夫。見てください、はい、もうあの僕らが歩いてる横の道にもうこれほら、これの歩いた足跡がついてるってこと。これもう地元の主がもう先にサウナ行ってる可能性ありますよ、これ気軽に気軽に、あ、サウナあ、サウナ行ってる可能性あります。サウナあんのかな。どこにも見当たらないですけど、ね、この湖が、そう見えてきましたね。これが十和田湖、サウナ十和田湖。そうですね。もうねサウナに入りたすぎてもうサウナ出ちゃったけど、だってこんな何もない雪の道歩くの初めてですね。ね、すごい。日本を代表する景勝地ですよ。なんだな、この景色、うん、美しすぎる。日本で3番目に確か水深、最大水深がある湖なんですよね。あ、そんな深いんですか？めちゃくちゃ深いところもある。綺麗。これすごいね。白鳥ですよ。あ、もう水風呂入ってんじゃん、うん、気持ちよさそう。グループで利用してるんですかね。あれ、サウナ探したいの方がちょっとなんか足を止めましたよ。なんか、はい、ちょっと茶色い物体が、茶色い物体、はい、前に、はい、あれ、なんかあれじゃない？あれっぽいですよね。あれっぽくないですか、はい、煙突ついてる、サウナだ、あるサウナじゃん。よかったサウナあったあったはい、まる、あれは間違いなくサウナ、サウナありました。あった、あれが、うわこの絶景の前にあるのか、す
すごいな。よくこんな場所にサウナ。どういう会議でここに作ろうってなったの？これがずっと入りたかった十和田サウナ。着きました。すごい、ようやく着いた。待って、私すっごい感動してますよ、うん、あとね、俺も感動してんだけど、はい、一言だけ言いますね、はい、あのここに着くまでに歩きすぎてもう汗びっしょびしょ。もう十和田湖入りたい。ちょっとだけ覗いてみます、ね、いいですか、ね、この形も可愛いね。可愛いですね。ほら見てくる、つらら。本当だ、すごいね。ちょっとだけ覗いてみますか。いいですか、バレルサウナですよ。え、全室。全室出た。見た情報をそのまま言葉にする。殿下のこと、全室。開けたら全室が、はい、全室ありました、うん、じゃあサウナの前にじゃあ着替えたりこうタオルを置く場所があるってことか、はい、ちょっと向こう、こっちから覗いてみたらどうですか、いいですか、はい、多分ね、そっち側がね、サウナじゃないですか。どう、サウナサウナでした。うん、サウナあった。これで美里さん、うん、このバレルサウナあんまり見たことないでしょ。見たことない。普通にバレルって丸いやつじゃないんですか。結構今いろんなサウナのエリアで展開してる、はい、あのバレルサウナ結構円柱というかね、綺麗な丸にこう入っていく、うんうん、前回北海道でもバレルサウナ体験しましたけど、うん、あれもね綺麗な樽型でしたけど、はい、これちょっとね形がこうもっと丸っこいというかね、大きいんですよ、しかも。かわいい、なんか未来の家みたい。四角いなのに、角張ってない、うん。そうなんですよ。へぇ、これロシアのバレルサウナみたいでね。これロシアから持ってきちゃったんですか。そう、で、多分組み立ては、この、はい、十和田サウナの運営の皆さんで、多分、組み立てて、ここに設営したっていうね。これめちゃくちゃ可愛いですよ ね。なんか色もさ、この塗装のこの色もすごいいいですよね。ね、ちょっと赤みがかった茶色で目立ちますよ、うんうんうん、雪の中で。めちゃめちゃ似合ってんな。うん、バスローブとかこう、はい、サウナハットかけるね、フックとかも多分皆さんでつけられたんでしょうね。うん、でこの十和田サウナ、はい、このサウナ室から出て、この藁のこの絨毯、この道をたどっていくと。そう、これ水風呂ですか。巨大水風呂、大自然の水風呂にドボンですよ。これもうなんならなんか座ったらスルルルってこう滑っていけそうですね。なんかね、冬は冬季限定の滑り台みたいな水風呂直行の 10歩ぐらい、そう、もうすぐですよ、うん、もうパッ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 パっていったらすぐ湖。いやこれやばいな。さあ、水着に着替えたということで、はい、こちらが今全室、うん、はいはい、このねバレルサウナの左半分がこんな感じで全室になってて、まあここで着替えたりとか、うん、はい、お水をちょっと飲んだりとかね、うんうん、できると。またこの辺も可愛いね。可愛いですね、凝ってます ね。これもお水ですよ、多分十和田の水ね、うん、そして、うん、僕らが履いてるこれ、はい、これなんかやっぱ冬季限定でやっぱもうマイナスの世界ですから、はい、雪にねもう湖に行く時のこのその時点で足がもう寒くなったりとかするんで、このまんま湖に入っていいみたいですよ。ジャポン。そう、ちょっとね寒さをね軽減させてくれるみたい、これで、うん、すごい。冬専用のサンダルね、はいはい、すごいよね、うん、すごい。さあ、そしてこういったバスローブとかバスタオルも用意してくださってて、はい、右端にねパチパチ、今すでにもういい音聞こえてますね、はい、暖炉、うん、これ外からサウナの外から薪を足すタイプね、うん、結構ロシアのサウナってこういうの多いですよね、外から入れるタイプ、うんうん、福岡で言ったイズバの外からね、そうか、そうでしたね、足すタイプだったりとか、まあまあ海外のサウナもこういうの結構あったりもしますけどね。全室で薪くべて、そうです、そうです、そうです、いいです。煙が逆流しないですから、はい、これいいですよ。じゃあいいそろそろ扉開けますか。はい、もう扉もほら見てガラスですよ。いいですよね。なんか素敵ですね。ね、素敵。お邪魔します。お邪魔します。
うわ、熱っ。うわあ、わしっかりやったいい、いいね。わ、高い、椅子が高い。はい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 。あ気持ちいい。はいはいはい。うわ、ちょっと。あこれはいいわ。このガラス一枚隔てたと思えないぐらいしっかり熱いですね。これすごい。あの今国内にもいろんなバレルサウナ入ってきてて、バレルサウナ体験できるとこもどんどん増えてますけど、この円柱のね、そうそうそう。でもやっぱりあのロシアからこれ入れたあのバレルサウナだけあって、はい、あのフィンランドのバレルサウナって結構ねやっぱ天井低いんですよ、フィンランドサウナのやっぱこう流れを組んでね、うん、でもやっぱ高いですね。高い、結構大きい。大きいし、このなんていうの、この斜めにこう R 字になってるのがいいですね、はい、いいですよね。だからやっぱあれじゃないですか、フィンランド、うん、あのロシアの人ってめちゃめちゃでかい人多いじゃないですか、はい、だからやっぱロシア人仕様じゃないですか。だからこの椅子もこんだけ簡単に高くなってるの。やっぱなんかロシアっぽいですよね、このベンチの作りも、うん、あのまあフィンランドももちろん高いんですけど、うん、あのやっぱこの奥行き、うん、圧倒的なこの奥行きも幅がすごい。やっぱロシアっぽさ、うん、ロシアのサウナっぽいですよね。あのね、余裕で寝れるしね。だってこれあれじゃないですか、温めなかったら机になる、うん、机勉強できますよね。勉強机の広さ、ここ、ね、だからあのなんだろう、ウィスキングもね、うん、しやすいですし、そうそうそう、これいいな。あと私この色が大好き。これね、この色絶妙だよね。絶妙、あの深い茶色ってなんでこんな落ち着くんですかね、うん、なんかね、頭皮っていうあの木を使ってるんですって、うん、頭皮、はい、あの頭皮ね、いやなんか嫌だね、あの何ですか頭皮って。なんかね、頭皮っていう木、うん、あの多分松とか針葉樹系の多分木だと思うんですけど、のあの木なんだって。これがなんか多分その上から塗料塗ってるんで、まあ塗料も多分いい色だと思うんですけど、すぎる。だからやっぱちょっとフィンランドスタイルじゃなくて、このロシア式バーニャ、まあバーニャに近い感じだと思うんで、だからこんなあっちあっちなんだ。そう、多分セッティングも結構熱い。まあ薪サウナなんで、あのね、好みによってちょっとこう落とすこともできるし、はい、そう、これいいよ。でこれこれ、えこれですか。そう、そしてこの窓の外、ね、この窓ちょっと圧巻なんですけど私。いや、これやばいよ。なんかもう日本の昔の絵みたい、あの湖と雪と、で雪がしんしんと降ってるんですよ、動く絵。そしてこのね、うん、ストーブの上に乗ってるこのでっけえサウナストーン、うん、これも国産、八甲田産の火星岩なんですよね。じゃあもう取れたもの、産地で取れたもの。そうそう、だからもう本当になんだろう、地元の素材を使って、うんうん、あるもので、そうそうそう、やってるっていう、八甲田山のサウナストーンっていうね、もう文字に起こしただけでもなんか、うん、ちょっとかっこいいですね。で、マンペさん、これ何ですか。このこれはね、あの上についてるのこれウォータータンク、うん、あの水を溜めれるタンクで、はい、ここの中に水入れれるのよ。へー。で、今ほらちっちゃくさ、グツグツグツと音聞こえてるでしょ。これ鍋みたいな感じで沸騰させてて、はい、まあ、要は水蒸気、こっから湿度を発生させて、はい、なんか結構湿度高めなんですよ今。ロウリュしてないけど、うん、全然カラカラじゃないじゃないですか。カラカラじゃない。そう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 。でプラスロウリュの水もこっから作れるっていうね。これ便利なんですよね。へえ。そうそうそう。わあ、すごい。いやいい。ロシアンサウナですね。バーニャン。熱々だ。あとあのこの。はい、今僕らがこの被っている、はい、うん、このサウナハット、これね、つけ心地良すぎて外したくない。これいいでしょ。いい。結構分厚さもあるし、うんうん、熱しっかり守ってくれるし、軽いし、軽いし、あとサイズ感がちょうどいい、うんうんうん、私団子しちゃうから。確かに、ぴったり。確かに団子するから、だいたいハット被るとなんかピッてなるんですけど、はいはいはい、ちょうどいいですか。はい、欲しい。いいですね、はい、これね、十和田湖サウナのサウナハットなんですけど、うん、これもね、また面白いですよ、うん、あの秋田県 の、うん、あの白神山地のふもとに、まあ、世界遺産になってるエリアのふもとに、うん、あの藤里町っていうね町があって、はい、なんかそこね、あの羊を
結構ね養あの、うん、育ててて、ジンギスカンとか、ラムとかをこう、はい、出してる場所があるんですけど、うん、そこの食用の羊だから毛を全部捨ててたと、でそれをうまくリサイクルして、その地域あの町のお母さんたちがその毛を全部洗って、で染めて、でこの糸にしてこれを作ってるんですよ。あ、その町の母たちがやってる。そう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 、だから染めもね、その要はあのサウナハットって結構こう海外からウールをフェルトを取り寄せてそれから作るんですけど、全部国産。これすごい、めちゃだから面白くないですか。あるものでプラス地域のものでできること全部やっちゃってる。そう、よくねあのなんかこう宿とか行くと地産地消つって、まあ食べ物はね結構こう聞きますけど、こういったサウナを通してこういったかぶるものだったりとか、そしてサウナで使う帽子だけじゃなくサウナストーンとかね、そしてこの今からロウリュするアロマも黒文字を使ってたりとか、本当にこの地にあるものを使ってこのサウナ体験を提供してるっていうのはもうやっぱ東北ちょっと面白いなと思って。面白いね、取り組みがいいじゃないですか、なんかあとアイディアが満載。そう、ちょっとロウリュ行っちゃいますか。もうね、すっごい暑いの私今。じゃあ、あー、来た。あー、優しい香り。優しい。あとこのサウナの鳴き声、ストーンのこのあのロウリュが最後にチチ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 って鳴き止むところがね、めちゃ情緒ありますよ、はい、この石たち、はい、八甲田山の石たち、情緒ある鳴き方しますわ。いい育ち方してるよ、うん、奥行きのある鳴き方しますわ上品ですね。もう、取っておいて熱してかけた音じゃない、鳴き方じゃない、やっぱね深みがすごい。話しかけたくなっちゃうもんね。はい、なんかあったの？っていうね。何もないよ。帰ってきた。帰ってきた。ストーンから返事が返ってきた。ああ、行きましょう。行きましょう。あ、気持ちいい。横雪ありますよ。ちょっと、うわ、でも質がすごいね。あ、ふかふかだ。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。あ、ふかふかだ。あ、美味しい。美味しいね。うん。食べた？食べた。うん。うん、いい雪ですね。うまっ、うまいな。あ、おいしい。おいしい。あれ、大丈夫なのかな、これ食べて。自己の判断にお任せします。満平はおいしい。みさともおいしい。いやー、究極の、あ、本当に自然体験をさせてもらったっていうかね、もう圧倒的に気持ちよかったですね。なんか
雪と波の音、この湖のね、はい、この波の音が静かに聞こえてきて、目の前にこう雪がずっと動いてるっていう、ちょっとねスローモーションに見えたんですよ俺、雪がもうすごい体験だったのこれ。なかなか日本でここまでこう大自然体験できる場所っていうのもあんまり多くないんじゃないかな、サウナ施設としてもね。いやー、そしてね僕ね、このやっぱサウナいいですよ、好き、大好き、素晴らしいですね、うん、クオリティもめちゃめちゃいいし、やっぱ天井も高いからこうなんだろうな、あの窮屈にならない、うん、で馬力もストーブの馬力もめちゃくちゃあるから、いやすごいですね、すごいいいですね。三沢さんどうでした？いやこれはね、もうあまりに美しい世界すぎて、サウナ入ってこの美しい場所に飛び込む自分もなんか私の中のなんか悪いものが全部出てった感じする。いや、本当ね、そんな持ってないですよ悪いもの。いやいや、そんなこと言って僕言ってないですよ、持ってないです。持ってないけど、なんかすごかったのなんか今日、今回はまあ冬、あの1月にねお邪魔させていただきましたけど、これやっぱ春も夏も秋もね、まためちゃいいんでしょうねこれね、うん、だってこれこんな真っ白な雪が降ってこんなキンキンの湖がある場所って、サウナがあるからこそ来きますよね。そう、この恩恵をこの全身でこう感じられるっていうね。でまたこの来た時だけのこの今のこの状況をありのままのこの大自然の中でこう自分がそれに合わせていくっていう体験ができるっていうね、うん、それがなんか素敵じゃないですか、はい、ありのままをこう全身で、うん、受け止めいただくっていうね、はい、サウナに合わせていく体験が学べる場所っていうね。あの雪も良かった、美味しかったね、美味しかった、めちゃくちゃ美味しかった、ね、本当粉、まあ、なんかすごいパウダーすぎて、そうそうそう、これこそ雪化粧って感じだった、ね、うん、これはね、あのこれこそうまい、いいねいいね本当になんかね、いい体験をさせていただきましたね、はい、ぜひこの大自然の究極の大自然体験、はい、入れるこの十和田サウナ、ぜひ皆さんも行ってみてください、うん、十和田サウナの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今日も明日もめっちゃ整った、岩も海もめっちゃ整った。